今回はですね、腹筋よりも簡単なのに効果的な腹背筋を紹介します。たったの8回。これに加えて、お腹の出てしまう原因っていうのは骨盤の前傾後傾、下腹が出てしまう人は骨盤の左右の歪み、これが関係してます。それを解消するためのウェーブウォークを紹介します。さらにもう一つ、一番最後に簡単なのにめちゃくちゃ効果的なスクランジを紹介します。これは下半身メニューです。足細くしたいよ、代謝上げたいよ、痩せたいよって方はこの最後のスクランジだけでもいいのでやってください。今回腹背筋でタオルを使用します。今からすぐ取ってきてください。腹背筋から紹介していきます。寝た状態で手は万歳、ここから体を起こして手を8回ほど動かしていきます。辛い人は起きて曲げる、伸ばして戻るっていう繰り返しを8回でもいいです。掛け声に合わせていきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、OK。 これをもう2回いきます。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 あともう一回です。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、 OK。 今ので上半身の前と後ろのバランスが取れました。今度は腰から下のバランスを取りましょう。足を閉じて片足つま先、片足かかと、両膝伸ばしときます。これでまず20秒キープしてください。いきましょう、スタート。両膝伸ばしていきます。これで骨盤の前後の位置がまっすぐのところに整います。体をできるだけ上に伸ばしましょう。はい、 OK。 今度は反対です。あと体をしっかり伸ばして、体を上に伸ばすと骨盤の位置がね、ちょうどいい位置に行きます。上に引っ張らないと後ろに出ちゃうので、しっかり上に引っ張る。はい、OK。 次は左右かかとを上げ下げしながら、かかと上げた方は肩を曲げます。こういう感じ。これでまずね、歩きましょう、スタート。体をしっかり上に引っ張りながらね、だんだん骨盤の位置が整いますんで、お腹がね、引っ込んでいきます。しっかり体引っ張って、はい、OK。 今はかかと上げた方を肩上げたんですが、今度肩下げる、かかと上げた方に肩を下げます。スタート。これで骨盤がね、ちょっと難しくなったと思いますが、整ってきますんでね、この後に最後スクランジいきます。しっかり体のバランスをね、整えたところで代謝が上がるスクワットです。はい、 OK。今度はかかと上げ下げするんですが、肩が揺れないように体を引っ張ったままで、腰から上がね、あんまり揺れないようにいきましょう、スタート。かかとの上げ下げするんですが、できるだけ体を引っ張って、これ実はね、くびれをね、作るためにね、内腹外腹すごい使われてます。しっかり背筋伸ばして、はい、 OK。 これで骨盤周りが整いました。最後にスクランジです。
スクランジは2セットいきます。やり方は立った位置から一歩踏み込んでしゃがむ、戻してしゃがむ、後ろに出してしゃがむっていうのを左右4回ずついきます。それではいきます。ただ手は腰、1、2、3、4、反対、1、2、3、4、もう1セット、1、2、3、4、ラスト、1、2、3、4、OK です。お疲れ様でした。